Rallies。 皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。今回は初の T リーグチーム潜入企画です。木下マイスター東京の練習に潜入しました。今回の取材では大島優也選手、吉田正樹選手、田添健太選手、及川瑞希選手、松島空選手にそれぞれインタビューし、木下アカデミーの練習や倉島陽介監督も取材しています。まずはチーム最年長の大島選手のインタビューをお届けします。今目指すものとはという話から、トレーニングや育児にまで話が広がりました。去年の T リーグについてご自身的にはどうでしたか？シングル、ダブともに勝ち越したので良かったかなと思います。最後のファイナルが、ね、優勝できたっていうのが一番良かったですね。シーズン通して、まあ、勝ち越したってことで良かった要因はどこにあると考えてますか？バックハンドの向上かなと思います。無理に回らずにバックハンドが向上してきたので、それをうまく試合の中で入れながら最後はフォアハンドを受けるっていうところを通してできたのかなと思います。以前インタビューで全日本優勝目標っておっしゃってましたけど、今年の全日本はそういう意味だとどうでしたか？体もきつかったですし、頭も働かなくてっていう中で攻撃試合したんで、そういうところが悪かったかなと。メンタル的、技術的には今年の全日本はうまくいってたと思うんで、まあ、本当にそこの体の部分かなと思います。シングルスランクに入って選考会の出場の資格もあったと思うんですけど、はい、そこは出場しなかったっていう背景にある思いみたいなのをお伺いできればなと。いろいろ考えましたし、世界でもう一回戦ってる姿を見たいっていうファンの声もあったんですけど、僕の中ではもう卓球人生の最終目標が全日本選手権のシングルスで優勝することっていうところがありましたし、今自分が世界にじゃあ出てあれだけ厳しい中でやっていくっていうところもなんだろうなっていう、今の若い世代に次を託していった方がいいんではないかっていうところの考えですかね。いろいろ悩みましたね。ここでオリンピックの選考レースに自分が出るのか出ないのか。でもまあ今は出なくて自分の中では正解かなと思いますし、この選択を自分がしたことで良かったかなと思いますし、決め手っていうのはやっぱり全日本シングルス優勝っていうのが自分の中で目標にあるので、そこに向かっていく中でっていうところですね。そこまでなんか全日本シングルス優勝が人生の目標というぐらいになるのはどういう理由があるんですか？いいですかね。まあ、もちろん東山出身で誰もやったことないっていうところもありますし、やっぱりあのシングルスの優勝の景色っていうのを人生で一度やっぱり味わってみたいなっていう。僕シングルスで優勝したのって全日本学生選抜しかないんですよ。なのでやっぱシングルスで優勝っていうところに、まあ、憧れはありますね。でもやはりあの全日本選手権の舞台で優勝したいっていう気持ちは大きいですね。みんなが目指してると思いますし、その中に自分も東山出身で本当に重なって、最後何で恩返しできるかって言ったら、日本僕は優勝したよ、東山でも優勝してる選手がいるよっていうところをやってのけたいなっていうですね。東山の経験大きなものだったんですか？大きかったですね。あんな効率中だからもらって、まあ、本当に自分の卓球の土台っていうのを作っていただいたかなと思うので、もう感謝してますね。あと今その全日本優勝という目標に対して進んでると思うんですけど、意識してることって何かありますか？技術的に言えばやはり今の卓球に遅れないことですかね。でもその中に自分の良さっていうのも入れていかないと絶対勝てないと思うので、今の卓球と自分の卓球としっかり融合させた自分のプレーが少しずつ進化をさせていかないといけないかなというところでやってるのと、一番に、まあ、体の面ですね。怪我も数多くしてきましたし、これから先卓球をどれぐらい続けていけるかっていうところで、体の面っていうのはすごく大きくなって、トレーニングっていうところにはかなり重点は置いてますね。どれくらいやるんですか、トレーニング？基本的には午前練習して、まあ、こういう筋トレの器具を使ったのは週2回、3回、あと自分の体重でやるのが週2、3回、はい、ほぼ毎日何かしらのトレーニングはしてますね。1年以上そういう流れですね。ヘルニア手術終わってからそういう流れですね。自分の体との戦いだと思うので、まあ、その体に対してどれぐらい自分がケアできるかなというところかなと思います。卓球っていうスポーツはメンタルっていうところがかなり大きいので、正直技術的な差っていうのはここまで来ればそこまでないです。プラスマイナスいろんな選手ある中で、そんなにそこで点数がつくかっていうわけではなくて、やはりその日のメンタルだったり体の調子っていうので変わってくるんで、そこを自分がどうするかっていうのは今自分の中で勉強してますし、自分のこれまでやってきた卓球人生を総括して、こういう時はこうだったなああだったなとかいうところをかなり突き詰めてやってますね。昔から思ってたんですけど、そこまで自分を追い込めるのは
なんでなんですか。その追い込んでるっていう感覚はないですけどね。もう当たり前です。そうですね、自分がプロとしてやっていくために当たり前のことかなと思いますね。みんなさん頑張られてるように、サラリーマンの人もいるし、会社を経営されてる方、いろんな人はいろんな形で努力されてると思うので、どういう努力なのかっていうだけで、スポーツのプロ選手として当たり前の努力をしてるっていうだけですね。努力するため一番大切なことって何だと今思ってますか。目標じゃないですか。やっぱり目標がなかったら努力するっていうことがなかなか難しいと思うので、小さな目標でもいいし、大きな目標でもいいし、何か目標を持って生活することは重要かなと思いますね。じゃあ最後に今期の意気込み締めていただければ。年間を通して一番自分の中で大事にしてるのは、全日本選手権で優勝すること、トーティーリーグで優勝すること、この2つを自分の中で成し遂げられるように、日々のトレーニングだったり練習っていうのを大切にしながら、でももう練習してるだけ、トレーニングしてるだけじゃ結局怪我しちゃうんで、年間を通して休みっていうのがすごく自分の中では大事になってくるんで、多分卓球選手で休みっていうのは結構取らない選手多いんですけど、僕はその中でも休みっていうのをすごく重要視してますね。もうこの年になると怪我もするし、疲れも抜けづらいしっていうところで、不安だからみんな練習をすると思ってるんで。でももうここまで来たら、じゃあ2週間卓球何もやらなくても感覚って変わらないですよ。20年やってきてるし、感覚なんて全く変わらないですよ。ただ体がやはり落ちてくる、2週間何もしてないのと、週に3回トレーニングしてるのとっていうだけで、卓球の感覚が変わってるわけではない。体の調子が落ちて、筋力がなまってるっていう感覚でおかしくなってるだけなんですね。だから1週間休みって言っても週2回は筋トレするし、ランニングはするしっていうのが僕の中ではすごく大事にしてるところです。休みと練習とトレーニングと、どれぐらいの時間を割いて、どれぐらいやって、どれぐらい休んでっていうのをしっかりやんないと怪我しちゃうんで、結局年間を通して、じゃあ朝昼ずっと練習やってても1ヶ月半練習じゃ怪我してできなかったっていうよりも、1年間通して毎日午前中だけでも練習やってるやつも結局練習時間って長いんですよ。だからそれを僕はすごく考えて卓球をするようにしてます。だから練習やってないとか毎日午前しかやってないって思われるかもしれないですけど、自分の中ではそれで十分でしょ。それ以上のことをやって怪我するよりはそっちの方が、昔水谷さんも言ってたんですけど、お腹いっぱい練習しない、今になってやっぱその感覚がすごく分かると思うし、もうお腹いっぱい練習したら2日ぐらいもうやらなくていいやっていうメンタルにどうしてもなっちゃうんですよね。これだけ続けてきてるし、それが毎日毎日お腹いっぱいまで練習するっていうのはメンタル的にもきついですし、体的にもきついですし、今になって水谷さんああ言ってたなっていうふうに思います。環境でこの人グループさんでやらせていただけてることっていうのは僕はすごくありがたいことです。コントレーニング施設だったり練習場だったり、監督コーチ、本当に日本一のチーム組織だと思うので、その一員としてやれてるってことは本当に思います。じゃあちょっとトレーニングしてもらってもいいですか。トレーニングしてもらってもいいですか。でもこんな感じなんですか。何も一番やってるんですか。何だろう。僕前、フライトのインタビューでここ見せてもらった時には、もう4日も大島がやってますよって言ってなんか。スクワットやったり、ベンチやったり、筋肉、いろんなことやってますね。でも僕重い重りも上げてないですけどね。僕65、6キロなんですけど、下半身は2倍だから、まあ130キロぐらい、135と130をまあマックス上げれればいいかな。ベンチは 1.5 だからまあ90から100ぐらいを上げれればっていうのを保てばいい。バランスがやっぱあるんで、それ以上上げても自分の中でバランスが崩れるんでっていうところでトレーニングしてるんで、半分打って半分トレーニングしますからね。メニューどんな感じなんですか、筋トレ。今の5回ずつ気分っす。さっきのアップストレングレーダー、あざっす。今日はじゃあもう終わりなんですかね。終わりっす。僕もう10時過ぎぐらいから打って12時には終わって1時ぐらいまでトレーニングしてたら、しっかり行って帰ってます。1時間半ぐらいあるんで。そこもトレーニングですよ。行きが45分、帰り45分ぐらいなんで。それは嫌なんですか。いや、めちゃくちゃきついっすよ、もう。これでも2年以上続けてますよ。すごいっすね。2年以上続けてます。コロナが流行り始めた時にチャリ買って、2年以上結局、晴れの日はチャリで来るっていう。チャリ代のもとは取れてる。全然取れてますね。まあ、ほんと嫌な日はありますけどね。年間通して言えば。スーとか。寒ーありますよ。
みんなやばくないですか、バカにしてましたけど、もう今も普通ですもんね、チャリっすかみたいな。いやいやいや、待って待って、熱いっすねみたいな。いやいや待って待って、あんま関係ないんですけど、子育てと卓球選手の仕事とかで両立とかどんな感じやってるんですか？どうなんですかね、皆さんがどれくらいやられてるかわかんないですけど、基本的には僕も午前やってトレーニングして帰るんで、2時か3時ぐらいには家に帰ってるんで、そこからは、まあ、家族との時間を大切にしてますし、料理を作ったりもしますし、本当に子育てってすごく大変なんで、家事で、まあ、掃除だったり時洗ったり、自分ができることっていうのは、できることはやるようにしてるというか、まあ、当たり前の感覚ですかね。料理とかするんです？料理ある程度はできますね。意外でした。まあ、それは意外だと思います。休みの日だったら昼ご飯作ったりも全然あります。大島選手、取材ご協力ありがとうございました。私は大島選手の同年代なので、いつも活躍に勇気づけられてきましたが、今回大島選手が今目指すものを伺えて、一人のファンとしてより応援したくなりました。 T リーグフィフスシーズンの活躍も楽しみです。続いてはコーチも兼任する吉田正樹選手のインタビューをお届けします。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。 Rallies